これは私が高校生の時に体験して、未だその体験が現在の私の人生に影を落としている。そんな話です。今から10年前の冬、ちょうど世間が東日本大震災で騒然としていた頃、私は東北のある県に住んでいました。幸いなことに、私たちの住んでいた町は津波の被害を受けたわけではありませんでしたが、それでも甚大な被害を受けました。私の住んでいた家は地震により大きな被害を受けて、避難所での生活を余儀なくされていました。そんな中で、当時仲の良かった友達、仮に A 子とします。A 子は、もともと両親が A 子が幼稚園の時に交通事故に遭い両親とも亡くしていました。A 子はその後、父方の祖母と二人で暮らしていました。しかし地震により A 子の家は全壊。一緒に住んでいた祖母も地震で亡くしていました。そんな A 子と私たち家族は避難所で共に生活を送っていました。そんなある日、毎日塞ぎ込んでいた A 子が嬉しそうな顔で私に話しかけてきました。今度、昔大好きだったいとこのお兄ちゃんの家で住まわせてもらえることになった。A 子は昔から仲の良かったいとこ、5歳上で社会人1年目の家に住まわせてもらえることになったそうなのです。それは良かった。A 子ずっと好きだって言ってたもんね。祖母を亡くして塞ぎ込んでいた A 子が見せた久しぶりの笑顔を見て、私も必要以上に明るく振る舞いました。しかも B は一人暮らしで彼女もいないんだ。いとこ同士って付き合ってもいいんだっけ？いとこは確か結婚できたと思うよ。ちょっと早いけど明後日から B の家に行くんだ。おじさん、おばさん、今までご迷惑をおかけしてすみませんでした。本当にありがとうございました。A 子は私の両親にそう挨拶すると、残っている少ない荷物をまとめ始めました。よかった。A 子が元気になって。その時はどこか他人事のようにそう思っていました。B の家は大阪にあるらしく、A 子は2日後の朝に出発するとのことでした。ねえ私、B に会うの久々すぎて緊張するから一緒に来てくれない？ええ。私会ったことないから私こそ緊張するし、二人っきりお邪魔したら悪いじゃん。お願い。おじさん、おばさんいいよね。私も一緒に連れて行っても。そうだ私。連れて行ってもらいなさい。ここの空気にも疲れてきているだろうし、息抜きにもなるだろう。ええ。そういうことならまあいいよ。じゃあ私もお泊まりの準備しないと。そういう流れで私も2泊3日で大阪の B の家までお供することになりました。そして2日後私たちは大阪に到着。へえ、なんかこっちは地震なんかなかったみたいな感じだね。どこか寂しそうに、A 子は大阪の行き交う人々でごった返す街並みを見ながら言いました。そうだねえ。あ、本場のたこ焼き食べようよ。A 子は微妙な空気に気づいて無理に明るく振る舞おうとしているようでした。こんにちは。私たちは B の家に到着しました。いらっしゃい。遠くまでご苦労さん。お、自分が A 子の友達の私ちゃんか。いっつも話は聞いてるで。ほなちょっと狭いけど入って。B は関西弁を使う、イメージ以上のイケメンでした。A 子、B さん本当にかっこいいじゃん。でしょ。狙ったらダメだからね。二人でひそひそ話をしながら B の部屋に上がらせてもらいました。B の部屋は一人暮らしをするにしては少し広い 2LDK でした。すごい広い。もともと彼女と同棲してたからな。もう振られてもうたけど。A 子はニヤニヤしながら部屋を見回しています。こっちの部屋を A 子と私ちゃんで使って、私ちゃんも売れるだけおっていいねんで。ありがとうございます。でも両親が心配するんで、2日間お世話になります。ねえねえ B、大阪観光連れてってよ。お前は相変わらず元気やな。よっしゃ、じゃあ2人ともちゃちゃっと用意して出発しようか。そうして私たちは B に連れられて大阪観光を楽しみました。被災後の塞ぎ込んでいた気持ちを忘れて、ずっと笑顔でいろいろなところに連れて行ってもらいました。こんなに笑ったのは久しぶりでした。それがあんな悪夢を連れてくるとは、その時は全く思っていませんでした。そしてその夜、疲れた私たちは B の家へ帰り、遅い晩ご飯を食べて、今思えば遠い地に来て気持ちも大きくなっていて、A 子と私は未成年でしたが、少しお酒を飲んだりして楽しみました。そして深夜2時頃 B が、ごめんやけど、
ちょっと知り合いに呼ばれたから2、3時間だけ出るわ。二人とも鍵ちゃんと閉めて寝といてな。そう言うと B はバイクに乗って知り合いの家へ向かいました。じゃあ私たちも寝ようか。明日また B に大阪観光連れて行ってもらおうね。そうだね。そうして私たちはフローリングに敷かれた布団に並んで寝転び、慣れないお酒のせいかすぐに眠りに落ちました。が、いないよ。そんな声のようなものが聞こえ、私は目を覚ましました。その時気づきました。私の口にはガムテープが貼られ、両足もガムテープでぐるぐる巻きにされていました。腕は自分の背中側で組まれていたのですが、動かせなかったので腕もガムテープで巻かれていることが想像できました。何、これ。A子は？そうして横に寝ているはずの A子の方を振り向くと、真っ暗な闇でした。違います。真っ暗な闇だと思ったのはボサボサな黒い髪の毛でした。そう気づいたと同時にその髪の毛の後ろに見える、到底人間にこんな顔ができるのかというほどの恐ろしいニヤついた目が、キラリと光ったように感じました。おい、お前、笑ったやろ。そう聞こえました。何？何の話？ A 子は？ B さんは？そんな様々な疑問が出てきましたが、そんな疑問について考えていると悪臭が鼻につきました。腐った卵のような、そんな匂いです。おいごら、お前笑ったやろ。そう言うとその目の前の人は口をニヤッと開けて、隣で寝転んだまま私に顔を近づけてきました。声を上げようと体をバタつかせている私の腹を、その人が思いっきり殴りました。この時に私は目の前の人が太った男で、そしてこの部屋にはなぜか私しかいなく、おそらくこのまま死ぬんだとわかりました。お前ら今日、〇〇の前で俺見て笑ったよな。楽しいか？自分より下の人間見て笑って？何歳やねんお前。親から習わんかったんか？お前みたいな最低な娘の親やから、そんなことも教えへんようなクソみたいな親なんやろな。そんな感じのことを大きな声でとてつもない早口でまくし立ててきました。私には何のことかわかりません。確かに今日〇〇の前は観光の時に通りましたが、こんな男を見た覚えも、ましてや笑った覚えなど全くありませんでした。大声でまくし立てた後、男は私の口のガムテープを剥がしました。なあ、なんで笑ってん？男はさっきと打って変わって、気持ち悪いほどゆっくりそう聞いてきました。私は、あなたと会ったことも、ありません。そう声を絞り出しました。そう話を得るか終わらないかの時に、さっきと同じ衝撃がまたお腹に加わりました。痛い。またお腹を男に殴られました。なんや、悪いんはこの口か？頭か？なあどこが悪いんや？そう言うと男は私の口を指でこじ開けて、もう片方の手の指を入れようとしてきました。男の口から喋るたびに悪臭が鼻をつきましたが、この男の手の匂いはその日ではありませんでした。私は耐えきれずおえつを漏らすと、男はニヤついた顔が瞬時に怒り狂った顔になりました。なんや、俺が臭い言うんか？それで通りすがりに見下して笑ってんのか？何様や自分。後悔しても遅いぞこら。そんな感じのことをまた大声でまくし立てて、私の口の中に強引に指を突っ込みました。味わったことのない、腐ったような味が口の中に広がり、すぐに胃の中のものがせり上がってくるのを感じました。おえー。私は嘔吐しました。すると男はまたニヤついた顔に戻り、涙を流す私の口から指を出しました。なんで、こんなこと、笑ったりなんかしてません。でも、〇〇を通っていたのは事実です。その時にただ別の話で笑っていただけだと思います。勘違いさせてしまったのならすみません。私は声をおえつまじりに絞り出しながら、男の許しをこいました。関係あらへん。お前は俺見て笑ったんや。それでこの話はしまいや。次は俺が笑う番。それだけの話や。そう言うと男はむくっと起き上がり、ズボンのポケットから何かを取り出しました。ほら、口開けや。すると、片手にもかかわらずとてつもない力で私の口をこじ開けました。そして、その中に先ほど取り出した100円ライターを私の口の中に入れました。口閉じろ。私は黙って口を閉じました。
その瞬間。とも。とも取れる、そんな音が頭の中で聞こえました。どうやら私はライターを口の中に入れた瞬間顔を殴られ、口の中のライターが爆発したようです。口の中に血の味とガスのようなオイルのような火薬のような、よくわからない匂いと味が充満しました。そんな痛みに苦しむ間もなく、また顔を殴られました。口から大量の吐血物と血が吐き出されました。私はもう声を出すことをやめました。この男には話は通じない。私はこのまま死ぬのだ。男はまた立ち上がり、先ほどとは逆のポケットからまた何かを取り出しました。今これが現実なのか、夢なのか、何なのかも全くわからず意識が混濁していましたが、男が取り出したものが暗闇の中ではっきり見えました。それは透明な瓶のようでした。そしてその中には何か薄ピンク色の糊のようなものが入っているのがわかりました。この時から闇の中にもかかわらず、なぜ色までわかったのかは今でもわかりません。男はその瓶、栄養ドリンクほどのサイズの蓋を開けました。そして私の前にしゃがみ込みました。お前も笑われる側になるねん。他人の気持ちわからんねやろ。わかるようにしたるからな。そう言ってニヤッと笑うと、私のもう閉じる力もない口の中にその瓶の中の糊のようなものを流し込みました。その瞬間今までのものとは全く異質な、そして強烈な悪臭が鼻の中を通っていきました。そしてせり上がる吐き気。しかし男はそれを察していたのか流し込みながら私の口を閉じました。その間も瓶から流れ落ちる糊のようなもの。私の鼻の中や目の中にも入りました。もう匂いも味もわかりません。飲み込めや。そうぼそっと男はつぶやきました。これ以上の抵抗は無意味だと察していた私は、吐き気を抑えてその口の中の糊を飲み込みました。またすぐ吐き気が襲いかかりましたが男が口を押さえ続けていたため、少し口から溢れる程度でした。しかし出口のない吐血物は鼻から出ようと逆流し、私は大きくむせました。しかしもう8割方の糊は飲み込んでいたようです。気ぃつけや。そう言うと男は私の顔をベロッと舐めて、そのまま部屋から出ていきました。それから何分そうしていたでしょう。気づくと私の横でパニックになっている B と、泣きわめく A 子の姿が見えました。目が覚めると私は病院のベッドの上でした。横には泣き疲れたのか A 子が目の横に涙の跡を残して寝ています。私が A 子と呼ぼうとした時、口が開かないことに気づきました。そしてまたあの夜がフラッシュバックして私は大暴れしました。このあたりは私も周りから聞いた話などで保管しているだけで、記憶が曖昧です。また目が覚めると横には私の両親が、その足元には土下座をする B がいました。私が目覚めたのに気づいた両親。父は黙って B を連れて病室を出て行き、母は泣きながら私を抱きしめました。私の口の中は何針も縫う大怪我で、歯も5本なくなっていました。その後警察が病室に来ては色々と事情を聞かれて、その度にフラッシュバックしては暴れてを繰り返していました。そして、あの日のことを母から詳しく知らされたのは、そんな日々が少し落ち着いた頃でした。あの日 A 子は私と寝た後、すぐに目を覚まして B に連絡して会いに行ったそうです。鍵をかけずに。そして、あの髪のボサボサな小太りの変質者は、B の家を出てすぐのところで職務質問され、暴れた後逮捕されたとのことでした。そして私はその後、A 子、B と、二度と会うことはありませんでした。そしてあの時あの男が私に飲ませた糊ですが、中身が何か何度も聞く私にしぶしぶ刑事さんが教えてくれました。本当に聞かない方がいいと思いますが、事件後の私さんの口の中などから検出したところ、加害者の血液と体液であることが判明しました。なんとなくわかっていました。しかしここからは私の想像をはるかに上回る情報でした。そして、その血液、体液から HIV の陽性反応が出ました。